のお店をご紹介する店番。私がやってきたのはニュージーランドのカフェをイメージしたお店、イージーカフェ&ダイニングです。イージーカフェ&ダイニングは越前市東運動公園の東に位置するお店。店内にはカウンターやテーブル席、最大20人で利用できる座敷が用意されています。お店はダフィー夫妻が切り盛り、奥様エリカさんのお父さんがここで長年食堂をされていたこともあり、昔ながらの日本の食堂メニューをはじめ、居酒屋メニューやご主人の出身国であるニュージーランド風のお料理まで、その品数もとっても豊富です。イージーというお店の名前に込められた思いは何ですか？はい、誰でも気軽に来ていただけるようにという思いで、イージーとつけました。品数もすごくたくさんありますね。お客様の要望をお聞きして、メニューを増やしていって今のようになりました。イージーカフェ&ダイニング、お店のおすすめメニューを見ていきましょう。まずはランチタイムのサービス定食。メインはコロッケや白身魚のフライ、自家栽培の野菜を使った野菜炒めなど5種類から選べます。今回は絶妙にブレンドしたソースが効いた人気の豚生姜焼きの定食をいただきます。うん、あっさりしすぎずこってりしすぎずちょうどよくて、ご飯にぴったり、美味しいですね。もうランチに持ってこいって感じ。食欲のない夏でも生姜の香りで食欲そそられてたくさん食べれちゃいそうです。続いてはモッツァレラチーズやトマトが入ったバジルのパニーニとジャイアントミルクシェイクのセット。パニーニは生地から手作りというこだわりです。いただきます。うん、あ、表面カリカリ、オリーブオイルとトマトの酸味がぴったりで美味しい。じゃあシェイクもいただきます。うん、いちごミルクですっごい美味しいです。意外とそんなにしつこくないので大きいけど飲めちゃいそうな気がします。このパニーニとこの大きなシェイクで海外に旅行に来た気分になりますね。最後はディナーにぴったりのローストチキン。飲みやすくリーズナブルなラインナップのニュージーランドワインから赤ワインのピノノワールと一緒に召し上がれ。うん、柔らかくてジューシー、もう皮は香ばしいしお酒に合いそうですね。すごいジャガイモの皮が羽みたいになってとってもなんか華やかなジャガイモです。いただきます。もうサクサクしててすっごい美味しいです。ジャガイモ好きな人は絶対に食べてほしいですね。では最後にワインもいただきます。とっても軽くて飲みやすいお酒ですね。このジューシーなお肉とサクサクのポテトにとっても合うと思います。ユウのここに注目。イージーカフェ&ダイニングではハッピーアワーというお得な料金でお酒が飲める時間帯を設けています。時間は夕方5時から夜7時まで。550円の生中やグラスワインなら400円になってとってもハッピー。お酒好きな方はぜひこのハッピーアワーをめがけてご来店くださいね。宴会プランや飲み放題もご用意しております。ぜひご利用ください。
待ってます。